ナルト市は四国の東端、徳島県の北東端に位置し、ナルト海峡の西側に位置するし、兵庫県神戸市方面に通じる神戸淡路、ナルト自動車道の四国側玄関口である。淡路島との間には市名の由来となったナルト海峡があり、渦潮が有名である。ナルト公園やドイツ館など、 多数の観光地を抱える徳島県下有数の観光都市であると同時に地元発祥の大塚グループ関連の工場や企業、施設が多数立地する企業城下町としての側面も持ち合わせている。第一次世界大戦当時にはバンドオフリョ収容所と呼ばれたドイツ人の収容所があり、日本で初めてベートーベンの公共曲第9番の演奏が行われた。また、大間地区には 四国八十八カ所令場の一番札所である、霊山寺と二番札所の極楽寺があり、季節を問わず、白衣を着た遍路の姿が絶えない。特産品として、ナルト金時やナルトワカメなどが有名である。ナルトスカイライン展望台から望むうちの海なる都市、中心部周辺の空中写真。2009年5月9日撮影の18枚を、合成作成。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。徳島県の北東部に位置し、鳴門海峡を隔てて、淡路島の南淡路市ふくらと向かい合う。市は四国本島と大下島、高島、島田島からなり、市の南側の島地境付近には旧吉野川が流れている。土地は市の北西地域が アサン山脈の最東部に位置していることから、全体的に産地の比率が高い。なお、瀬戸内海式気候のため、徳島県にありながら降雨量が少ない。また、ムヤでは1923年8月6日に、国内の最高気温とも言われる摂氏42.5度を記録した。これは、気象庁の観測所ではなく気象庁から観測を委託されていた。 区内観測所で記録されたもので、非公式記録ではあるが、気象庁監修の気象年間にも掲載されていた。市名の由来は、ナルト海峡である。市政志向当初は、ナルト海峡の南側であることから、ナル南市としたが、住民から不評であったために2ヶ月後には、ナルト市に改称している。ナルト海峡は、瀬戸内海と太平洋を結ぶとに見立てて、海峡に発生する。 渦潮の音の大きさから、ナルトと呼ばれるようになったと言われている。人口は約5万5千人であり、平成の大合併前までは、徳島市に次いで2番目に多かったが、阿南市が周辺2町と合併したことから現在は3番目である。定数22人ナルト教育大学周廃を担当する郵便局は以下の3局である。このほか周廃を担当しない。 郵便局が10カ所、簡易郵便局が4カ所置かれている。ナルト駅一般路線バスかつては、ナルト市営バスが市内を運行していたが、2013年4月1日に廃止され、廃止時の残存路線は、徳島バスに乗とされた。高速バス路線ナルト西パーキングエリア高速バス、停留所大ナルト橋高速道路、有料道路市内にある。 インターチェンジ一般国道剣道主要地報道のみ、記載大塚国際美術館無用県産公園内の旧鳥居記念博物館ナルト市ドイツ館阿波、大正オロマンバルトの庭ナルトは、以前から四国を代表する観光地であったが、明石海峡大橋海通後は、神戸から50分程度、大阪からでも80分程度の所要時間の場所となったことから、京阪神の近場の観光地として注目されている。 観光スポットでは、ナルト公園周辺の徳島県立渦の道や大塚国際美術館の人気が高く、宿泊施設では、大下島の海岸沿いに立地するリゾートホテルの人気が高い。ありがとうございます。